はい。今日は、冒頭私からの発言はありませんので、幹事社の方からよろしくお願いいたします。あ、おはようございます。幹事社の朝日新聞の加藤です。すいません。幹事社から一点だけなんですが、先週、マレーシアに行かれてですね、ASEAN プラス3など行かれた会合に出たと思うんですが、これについて、アルプス社、これ全体的な話とですね、あとそれからアルプス処理水の、いや、日本の水産物に対しての反応、あとそれから中国当局とはですね、何か接触などは、アルプス処理水に関してですが、何かあったのかどうか、その辺を、伺えればと思います。はい。先週のマレーシア出張中の10月4日ですけれども、現地の小売店及び日本食レストランにおいて、PR イベントをしました。ホタテを中心とした日本産の水産物の PR ということでありました。いずれのイベントにおいても多くのマレーシアの皆様にお集まりをいただいて、日本産の水産物の魅力を訴えることができたことは、今後の水産物の輸出の拡大につながるものと期待しております。特に、いわゆる SNS 発信力の高いインフルエンサーの皆様でありますとか、向こうのバイヤーの皆様方にも、おいでいただきましたし、早速インフルエンサーの皆様は SNS 発信とかもしていただいています。こうしたフェアや見本市ですね、引き続き各国で開催をして、ホタテをはじめ、日本産水産物の新たな輸出先を開拓していきたいと考えております。から、処理水に関して、中国側との話でありますけれども、ASEAN プラス3農林大臣会合には中国からですね、直接の担当ではない農業農村部から副部長が代理出席をされて、閣僚級の党部長は欠席をされましたために、私と中国側のバイ会談をセットすることはできませんでした。ただ、この会議の席上は我が国の立場についてですね、この中国も参加する ASEAN プラス3の場でですね、発言をさせていただきました。中国から、側からは、特に、処理水に関する発言は一切ありませんでしたので、そのこともお伝えをしたいと思います。はい。これに関連してるんですが、日本の水産物は特に、マレーシアの人たちが懸念しているような印象はありませんでしたでしょうか。マレーシアの漁業大臣もですね、この放出に関しても全くその規制等々しないということを明言してくださってますし、マレーシアの皆様方も安心して食べているということで、そういう影響は感じられませんでした。むしろお会いした方は日本食のファンだという方が非常に多かったものですから。はい。幹事から以上です。各社どうぞ。はい、どうぞ。日本農業新聞の宮本と申します。はい、土地利用規制の見直しについて伺います。岸田首相は先週の官民連携フォーラムで、土地利用の規制についても国家プロジェクトが円滑に進むよう柔軟に対応すると発言されました。半導体などの工場立地を念頭に置いたものだと思われますけれども、農水省に対して何らかの指示があったのか、また農水省はどう対応されるのかお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい。ご指摘のように10月4日に開かれた国内投資拡大のための官民連携フォーラムにおいて、総理のご発言がありまして、土地利用の規制についても国家プロジェクトが円滑に進むよう柔軟に対応してまいりますというご発言があったというふうに承知をしています。同フォーラムにおいてはですね、投資支援パッケージを年内に取りまとめるとの決意を総理が発言されているところでありまして、
今のところその指示とかありませんけれども、土地利用規制について何らかの検討を求められた場合はですね、有料農地の確保の観点から適切に対応してまいりたいと思っています。報道では市街化調整区域での開発規制の緩和だったり、農地転用手続きの迅速化、これを進める方針だとの報道もあります。一方で生産現場では有料農地の確保を懸念する声もありますけれども、大臣としてそのような点どのようにお考えでしょうか。はい。食料安全保障の観点からも、有料農地の確保は、重要だと思います。まあ、一方で国として、その成長力の確保っていうのも重要な課題ですので、まあ、そのバランスをどう取っていくかっていうのが、重要かなというふうに思っています。まだその市街化調整区域での開発の規制の緩和とか、農地転用の迅速化、手続き迅速化っていったそういうふうな指示は特に総理からはないということなんでしょうか。はい。ありません。今のところ。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。時事通信の小田です。よろしくお願いします。金曜日にその自民党の農林部会からですね、総合経済対策の重点、事項案というのが示されました。農水省として現在、検討状況はいかがでしょうか。合わせてですね、7日の日にその、総理と会食されて、視察にも一部同行されたかと思うんですけども、まあ、経済対策に関してどのようなお話があったのか教えていただけますでしょうか。はい。6日に開催された自民党農林部会でですね、総合対策に盛り組む重点事項について議論がなされて、食料安全保障の強化が1点目、2点目は物価高から国民生活を守るための対策、3番目が地方の成長の実現、4番目が国民の安全安心の確保と、こういう4つの柱からなる重点事項案を取りまとめられたと承知しております。農林水産省としてはですね、今後与党での議論もありますので、まあ、そうした議論も踏まえて、総合経済対策の取りまとめに向けて、検討を進めてまいります。から、7日の日に、杉の伐採現場、大規模製材工場等をですね、岸田総理大臣同行して、茨城県において視察をいたしました。総理からは現地で、本年5月に策定した花粉症対策の全体像に基づいて、発生源対策に集中的に取り組んでいく必要があること。このため、今週関係閣僚会議を開催し、花粉症対策の初期集中対応パッケージを取りまとめ、今月まとめる経済対策に盛り込み、速やかに実行していくことなどが表明されたところでございます。まあ、そういう、総理からのご発言もありますので、しっかり、こうしたことを、実現すべく経済対策にも取り組んでいきたいと思っています。